はい、お晩でございます。佐渡伊藤酒店晩酌一期一会、今夜も佐渡島からお送りしております。はい、7月1日、週に2日の休館日を設け、残り5日は熱燗を楽しむということです。まあせいぜい飲んでも酒は1日2合まで、はい、ということで、それを守り続けて何週間、うん、そんな感じか。いや、もっとやっとるかな。まあ、死ぬまで飲み続けられるように皆さん休館日取りましょう。で、スイスイいけるからと言うて、酒を日本酒を我が身手に一気に飲むようなことはせんで、ちびちびと体にすぐ入っていくというか、あの、なんていうんだろう、負担がかからんように関して飲んでみてください。で、ここにある謙信という酒なんですけど、一升瓶がもう残りの酒が残りこれだけになって、一合ちょっと売れなんだかななってきておりますが、さっきこれちょっと飲んでみて、ますますうめえなってきております。はい、開けた時よりは味が乗ってきとんじゃねえかなと思っておりまして、次どうしようかなということなんですが、要は、はい、最初にまあふとしたきっかけで、ここの杜氏さんの弟さんという人と、知り合うことができて、その弟さんから純米吟醸を1本、まあ720を1本もろて飲んでみたら、あれや、まあこれはまた新潟の酒にしてはしっかり味があるなと思って、で、まあその、弟さんっていう本人さんと話をしとったら、その弟さん曰くというか、以外言うには、まあ上越糸魚川の酒っていうのは他の新潟、同じ新潟県の中でもちょっとこう違うんだと、まあ、偉くというか、まあしっかり味のある酒なんだということを言うておりまして、確かにそういう感じあって、ちょろっとまあ酸味も効いとる感じなもんで、なんか進む、飽きがこんっていうか、まあ料理と一緒にこうやるにいいんじゃねえかなと。また缶すると余計にこう酸味がちょっと増して、切れ味もスカッと出てくるということで、まあ余計にこう料理と一緒に合わせるのが楽しいなってくるような、そういう酒で、残りがこれだけになってしまったと。まあこれが終わってからまあ考えますけども、この酒はぜひなんとか何かの形で皆さんにこう、まあ頒布会っていう形でなんとかこう皆さんに飲んでもらいたいなと考えております。この次の頒布会、秋から冬の頒布会にするか、その次の春から夏、今やってるぐらいの時期の頒布会に持っていくかっていうのはまだちょっと決めてませんが、なんかこう何かの形でまあ地元佐渡の人にも飲んでもらいたいし、できれば同じ新潟県内の人、まあ県外のお客さんでも、まあ新潟の酒ちょっと違うなと、にしてはちょっと違うなっていうような感じを、味わってもらいたいなと思って、今ここで話をべちゃくちゃと喋っておりますが、そのうち頒布会なりなんかで、ご案内をさせてもらいます。はい、待っとってください。以上、今日は謙信、糸魚川の酒謙信特別純米酒の話でした。はい、酒を1日2合にしてそろそろ終わろうかと思っております。はい、以上、佐渡伊藤酒店晩酌一期一会でした。